いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらの提灯と、そしてね、提灯の中に入っていた電球、そしてね、配線類をね、洗っていこうと思います。はいね、処分せずにね、またちょっと再利用する可能性もありますんでね、綺麗にして、そして、乾かして、そして保管ねしていこうと思います。はい、では早速ね、こちらの招き猫からね、洗っていきましょう。ね、こちら高圧洗浄機強いんで、遠くからね、ちょっとやっていきます。いきます。はい、あー、いいですね。はいね、こんな感じで、あまりね、近づけちゃうと、もしかしてね、穴開いちゃう可能性もありますんでね、優しくやっちゃいます。はいね、繰り返して、はいね、さーっとね、まあ提灯ですからね、この上の部分がね、ほこりとか泥とかね、たまりますんで、はい、さーっとね、そしてね、この中にもね、はい、ちょっとね、わー、ドロドロしてますね。なのでちょっとね、裏を持って、はいね、さささっとやっていけば、はい、結構ね、結構ドロドロ、ね、だけどこれね、水抜けないですからね、ちょっとまあこうね、はい、ちょっと遠くからね、入れていきましょう。はい、あー、いいですね。はい、ちょっと膨らます感じで、はい、もう完全にね、綺麗になりました。はい、中にね、ちょっとね、外した時のビスがあるんで、ここにね、置いていきましょう。はい、で、ちょっとね、とりあえずこの辺にでも置いておきましょう。はい、こうね、はい、中にね、空気を入れると、ちょっとね、膨らみますんでね、まあ、膨らませながら、はいね、提灯洗うのはね、もしかしてひょっとしたら初めての経験かもしれませんけどね。はい、よしね、綺麗になりましたね。はい、ということでね、はい、あとね、もう一つぐらいやりましょうかね。今度こちらもね、大入り、はい、でまたね、こんな感じで遠くからね、やるようにしましょうね。近づけると穴開いちゃう可能性がありますからね。はい、はい、こんな感じで、あー、いいですね。はい、で、あとね、あともう一個、こちらも招き猫ね、はい、ひっくり返して、そして中にね、入れて、それでね、ひっくり返しながら、はい、あー、いいですね。はい、いいですね、 OK です。はい、もうね、あまりやってもね、どうしようもないですから、まあ、とにかくホコリとかね、その辺だけね、はい、なくす感じでいきます。はい、あとこちらの配線ももうドロドロなんでね、はい、こちらもね、しっかり洗っていきます。はい、いきます。全部ね、電球ね、外してますんでね。あー、いいですね。うわー、これね、もう何年もね、洗ってない状態ね。はい、よし、いいですね。で、ひっくり返して、これもね、再利用しますんでね。よし、はい、またね、こうやって回転させながら、いろんな方向からね、はい、まあこういうね、中もね、やりたいところなんですが、はい、中はね、やりようがないんで、まあこれね、ちょっとね、この水を止めましょう。はい、で、こんな感じです。いきますね。で、とりあえずね、水だけはね、はい、もう多分ね、5年も10年もとかね、先の話だったら、まあ全然いいです。まあ来週使うとかっていうね、話だったら、ちょっとね、こんな感じで綺麗にね、水気を取っとかないと、やっぱりね、サビの原因になりますんでね。なのでね、まあこれね、こういう場合はちょっと一回ね、ここに置いて、
はい、ね、こんな感じで、とにかくね、これね、外して私がね、来ましたけどね、普通のね、看板屋さんとかお願いしても絶対ね、再利用することをね、あまり考えてくれないと思いますけどね。外してきてもね、洗うっていうね、こともちょっとね、当然想定して、こんなね、しっかりこうね、はい、ね、水気をね、飛ばして、ね、ね、こう触ってももうドロドロしてるとこ一切ありませんからね。ちょっとね、忘れてるところも当然ね、ありそうなんですけど、まあこれはね、後でちょっとね、やっていきましょう。はい、そして最後ね、こちらの、あ、これワイヤーね、吸っていたワイヤーも、これもね、汚い、ね、状況だったんですけどね。はい、そしたら最後ね、電球ね、やっていきましょう。これ全部提灯やるったら大変なんで、はい、ここに置きましょうかね。はい、ちょっとね、割れたら大変なんで、優しくね。よし、いいですね。で、これをね、中にちょっと入れようかなと思うんで、これはね、これも一緒に洗っていきます。いきます。はい。いいですね。まずね、これね、きれいに洗っていきましょう。はい、まずね、入れる、まあ、きれいなものをね、入れる箱をね、洗っていきます。よし、まあとりあえずこんなところでいいでしょう。はい、ではね、これここにとりあえず置いて、そしてこれね、洗っていきますよ。もう結構もうドロドロね、いきます。かけすぎるとちょっとまずいとは思いますんでね。はい、これね、どうでしょうね。本当はもう少しね、拭きながらやりたいんですけど、まあ拭き取りは後でね、やりましょう、ね。はい、もうね、拭き取りは後でしっかりやりましょう。もうドロドロがね、泥がね、なくなれば。ああ、いいですね。まあ、とにかく手にね、汚れがつかない状態ですからね。はい、こちらもね、LED なんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど。はい。はい、ね、こんな感じで。ちょっとね、いろんな様々なちょっと大きさがありますね。はい、ちょっと若干これ細身のタイプと、ね、太いタイプとね、これは何でしょうかね。なんで違うのかがちょっとわかりませんけどね。はい、明るさがちょっとね、違うのかもしれません。はい、いい感じでね。まあこれ電球に水かけてもね、ここから水が入っていくような感じもなさそうですからね、いいのかなと思います。はい、ということで提灯ね、洗って、まだね、他いっぱいありますけども、それはね、洗うのね、時間かかりますんで、動画撮影終わったら引き続きやっていきたいと思います。ということで、提灯と電球のね、洗浄、清掃、はい、そしてこちらのね、電気の配線を洗いましたということです。てなわけで、以上、ご視聴ありがとうございました。